はい、野沢岩でございます。それではファイナルファンタジー16気づきやっていきましょう。アーリマン倒しました。大変だったけど、あの死の宣告もね、なんとか逃げることができました。あ、通過できる、よし、これ倒せたからよかった。はい、ちょっとね、いけるかなと思ってやってみたら勝てたんで、はい。ではね、こうか。ダリミルの宿場の方に戻りたいと思います。しばらく酒場が使えないなんて、気晴らしもできないわ。クリスタル横流しの噂。フーゴ様のお城に。よし。ドレイクファングに向かいましょうかね。壺に皿。香やろうそくも上等の品だよ。そろそろ町を出ましょう。今はやめておこう。よし、行こう。よクライブ、あれがドレイクファングだ。あそこにフーゴの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、わかっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身かわいさゆえにアナベラへこびへつらった。国を守れなかった臆病な王子をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う。クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには答えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それがあまたの人が咎める大罪になるのだとしても、
自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとうクライブ、わしは誇りに思う、お前という老いを持ったこと。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな、きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、悪党らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れた。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。次に会った時はちゃんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。お湯を頼んだぞ、トルガル。たどり着いたぞ、フーゴ。よし、こうか。巨人の顎だね。じゃあここに移動しましょうか。え、あ、今ここか。なのでマザークリスタルドレイクファングに移動します。なんだこれは。よくも俺をこんな体に。目覚まれた時。クライブロスフィールド、必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ、俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと違いますか、クプカ卿。アルバルゼ、いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそそう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ、頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り、莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです、
空母。かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が。ベネディクタ。俺のベネディクタが。そうか。ベネディクタが。行きなさい、あの光の元へ。ミュートスが。御意にそういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。うわ、なんか人種が違うぞ。オーク族って言うんだ。灰の大陸からどうやって。魔窟。オーク族はこの風の大陸に生息してないはず。なぜここに。もうやるしかないんですよ。何にもないや。どれくらい入り込んでやがる。
死よ。まあ何にもしてないよ。どこにいる？なんかやりづらこいこいこい。これ面白い。わ、なんかでかいのいる。こい。え、こいよ。そこか。あ、撃って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 。多いな。こっちいいのかな。あ、こっち、ちょっと待ってね。ありがとう。
先は進めそうにないな。はる、おっと、どなた様ですか？強いよ。あ、こっちか。ん？ここ何？あ、ここ来たとこか。おあの城が
これがフーゴの居城か。まさかマザークリスタルのど真ん中に自分の城を建てるとは。ちょっと あそこの広いとこやばそうな気がするよね。はい、ではね、今回ここで一旦終了したいと思います。あ、次はまたボス戦かな。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。のさようでした。